はい、皆さんこんにちは。それではですね、入門コンプリート講座の特許実用シェア法第2回目の方ですね、始めていきたいと思います。この回やったのは何かというと、まず特許要件やりましたね。ただ特許要件なんだけども、実際上は特許登録阻却事由だね。こういう要件に該当したものは登録になりません。なりますと書いてあれば特許要件なんだけど、なりませんと書いてあるのが49条だよね。なんでそうなってるかというと、まあ、具体的に積極的に規定ができなかったんだね。でも絶対登録にならんって言われてくるものは分かっていたので、そういう構成をとっております。該当してしまった場合は登録になりません。でも該当しなければ登録になるっていう構成になってるわけね。でこれ49条を見ると全部で3つに分かります。まず主体的な要件、彼が出願したからダメなんだってやつね、まあ、いわゆる冒認とか共同出願違反とかこれに該当します。あとは客体的要件、まあ、これが一番メインだね。こういう対象だからダメなんだ。例えば申請がないとか信奉性がないとかといったらこれだよね。あと3つ目、手続き的要件だよね。出願の記載の仕方が悪いからダメなんだとか、ないしは補正やったんだけど内容が妥当ではないからダメなんだというのが3番となっております。で1番のメインは2番だよね。で前回やったのは29条1項柱書き、あるいは29条1項確保、新規制とか新法制でありました。であと救済規定であるところの30条で、これが新規制創出の例外というところだったよね。で論点いくつかあったんだけど、まず29条1項柱書きからやりましょうかね。ただこれ気をつけてくれませんかと言っているのは、巷に出ているようなレジュメないしはテキストに書いてあるものは29条1項柱書きの産業上利用可能性について書いてくれませんかってやつなのね。で産業上利用可能性と言われてくるものは29条1項柱書きの高段部分しか指しません。柱書きといった場合については法上の厚みと言われてくるパーツと産業上利用可能性というパーツによって構成されているわけで、だから2つ書かなかったら実際上ダメなんだってことになります、ね、でじゃあということで法上の厚みを第1回でやったよね。あの要件に該当しなかったら、そもそも産業上利用可能性の有無を論じるまでもなく登録になりませんからね。一応だから産業上利用可能性と言っているものは対象が法上の厚みだということが前提になります。でしかしそれは産業界で自主化できません、無限化できませんって話になると、何か産業の振興に貢献できないから登録にならないという構成を取っているのが産業上利用性だったよね。でこの論点は何かというと、まず産業といったら何かですね。だって定義がないもん、ねまあ、生産業、じゃあ医療業、あるいは教育業、全て産業なんですかね。最も争いがなかったのが生産業だね。これは第1回の時にも言ったように、我が国の立法は生産業を中心として構成されてました。でも時代変わってくると変わってきますね。概念ないですからってなると、今はサービス産業含めて入ってるわけ。じゃあ医療業どうなのかな。人を治療診断する方法です。人を治療診断する方法ね。でももしこれに特許あるとなると困りません。確かに特許あると一本一本医療行為って済みますよ。済むかもしれないけど、もし独占権がある医師にあるだけですって話になると、他の医師が自主化できなくなっちゃうね。死んじゃうって話になります。よくないよね。ただ一方ね、医療業、人を治療診断する方法は特許の対象にならないと一般的なんですよ。しかし医薬品、レントゲン、関連分野については全て特許の対象になっています。なんで違うんでしたっけ。でヒントは、医療業はこれは方法でした。下、医薬品、レントゲン、物どう違ったんだっけ。一旦流通過程に置かれちゃうと、物は権利証人するんでしょ。でも方法はしませんと言ったと思うんだね。点々流通する、これは物だから。でも方法ってそれがないから権利証人する必要性がないのね。だから方法の特許についてもし権利を与えちゃった話になると困るんだったよね。だから現状においてはちょっと難しいですねって話を申し上げました。で次、じゃあ法上の厚みであって産業上利用可能性がありそうなんだと、しかし新規性がないと、すなわち出願する前から同じ対象がすでに社会に返されちゃってるのね。でこの場合については新規性がないといって登録の対象になりません。なぜか、特許の趣旨は新規集め公開の対象なんだよね。一番早く出願したとしましょう、ね、しかしその1分1秒前に内容はもう開示されちゃってるのとなると、一番早く出願した内容であったとしても、いくらそれが出願公開に供されたとしたって、なんだ新規集め公開の代償とはならないんだよね。
から独占権って付与すべきではないんではないですかとなります。じゃあ29条1項と言われてくるものは全部で3つの条文によって構成されています。まず1号が公示という規定、ね、実際上知ってしまったということが要件だったよね。でこれが論点1、知ってしまったことが要件となるんですか、外伝されたりるんですかっていうところが論点でした。でも実際上知ってなかったらいけませんって言ってるのが通説だったよね。でもなぜ反対説があるんでしょうっていうところをね、議論してなかったらいけませんと言ったと思うんですね。こういうは特に問題がないと思うんです。まあ、知り得る状況で実施化してしまった場合が公用だったよね。で問題は3号であるところの観光物公示等だよね、うん、で一番引いてくるのはこれです。特許庁って、ね、一番より客観的だから。じゃあ問題は観光物って何でしたっけ。三属性やったね。一つは情報性、二つ目は公開性、あと三つ目が反復性だよね。その中で一番の争点が、去年も試験に出ましたマイクロフィルムでした。でマイクロフィルムはなぜ観光物ですかという論点があるんでしょうね。その3要件のうちのどれかが欠力してるんじゃないかっていうところが争点だったでしょ。でそれを含めてまずスタートをかけないと良くないんだったよね、はい、そこが問題点でした。じゃあ一応申請がありました、公示になったものと出願対象のものが一応同時ではないんですよ。で申請は一応あるわけ。しかし、公示になったもの A、 出願されてしまったのは A プラスアルファ、簡単なわけだよね。こんなものに独占権を与えていいんですかというとどうかな。特許って高度なものに対して独占権付与だよね。全然高度ではない。でさらにそんなものに特許を与えてしまったら乱立状態、何をやったとしたって権利侵害に構成します。よくないわけだね。そこで進歩性と言われてくるものがあって、相当容易に考えることができるものに対しては権利を与えませんという構成をとっています。で通常論文式試験では係数は何条ですかといった場合、まずこれだからね。でその時どういう対応を取るかというと言いましたよね、一つは意見書を書くことだと。でも抽象的でそれがいいんだね。具体的に書くことは想定されていません。実務試験ではないからです、ね、じゃあその後何をするかといったら応戦してクレームを縮小するんだよね。そうすることによって従来技術の際これが明確になるからと書きます。しかしそれができない場合が時期的にあります。この場合については分割を行ってということを書くんだね。まあ、通常はさっき言ったようにまず意見書、その後補正、そして分割で、その中で書いていったりします。で一応新規性がない、進歩性がないという話になってしまったのだと。でもこの場合については救済する規定があります。でそれが新規性喪失の例外と言って30条でした、ね、でこの30条は現行30条1項、意に反する工事、産業スパイとか不悪等によって出願する前に、まあ、詐取されてしまったような場合ですね。この場合について救済しましょうと言っているのが、意に反する工事30条1項になります。ただこれって通常は出願に分かりません。誰がいつどうやってしまったのか分かりません。したがって通常であるならば特許庁の方から拒絶理由通知がやってきます。新規性がないんではないですかと。そこで初めて出願には知るわけです。工事になってしまったのだと。じゃあこの場合について意見書で反論しましょうと言ってやってくるのが実は30条1項ね。まあ具体的には工事になってからまだ6ヶ月経っていません。で私が捜索者なんです、意に反して公示になってしまったのですって立証がうまくいけば拒絶理由は解消できるようになった話になります。でそれに対して自らの行為に起因して公示になってしまった場合、これは手続きがいるんだったよね、まあ、それはしょうがないでしょう。ただこれ今の規定は30条2項、しかし23年改正までは30条1項と30条3項に限定されて書いてありました。こんな場合は少んだよねってことね。でもそれが今まあ、言ってみたら総括条項になっちゃったんだね。なんで総括条項になっちゃったんだろう。一つは今までね限定レク規定であるならば救済できないことがあったのだってことね。でそこでそうなってしまったわけです。で総括条項になってしまったんだと。しかし現行法でも30条2項の括弧ってあるよね。なんであれがあるんでしたっけ。でそれって最高裁の判決が平成元年にあってそれを踏襲してるからと言ったと思うんだよね。でその場面でちょうど説明したと思うんでよくよく相当してみてください。そうすることによって理解できますからね。でこういう細かい論点の積み重ねが論文式試験に資するわけです。でこれをちゃんとね勉強していただければよろしいかなと思っております。では第2回目の方はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。